はい、皆さんこんばんは。今回はね、先ほど手に入れましたこの新規球と呼ぶんでしょうか、カルラノース、これ真っさらな状態なんですが、これを今からカンカンして、早速実践投入すべくですね、頑張ってみようではないかということです。創造のレリックがね、8月のイベントで相当溜め込んだのがありますので、これを惜しげもなく使うと。でレリックレプリカがね、ちょっと品切れになっちゃったんでね、レリックレプリカはもう、なんていうか、どこで使うかというよりも使いようがないんで、空なんで、まあ、想像のレリックがある限りカンカンしようということでございます。それではいきましょう。まあ、マックスは難しいのかな、でも253あるんでね、ゴリ押ししてなんとかやってしまいたいんだけど、どうでしょうね。でこのノコギリのキャラもね、さっき強化しましたんでね、まあ、ちょっとだけだけどね、このゲームは本当ね、まあよくできてるっていうかね、本当終わりがないですね。あっちを強くした、これを強くしたいと思ったらこれを強くしないといけなくて、そのためにはこのアイテムを集めなくてといけなくて、そのためにはっていうのがもうね、なんかこうがんじがらめみたいになっててね、すごく、まあ、大変とも言えるしね、まあ、その分やりがいがあるとも言えるわけでね、まあなんやかんやで半年間楽しく遊んでいますけど、私は最初このゲームやりだした時は、まあ、1ヶ月ぐらいやればもうある程度飽きるかなって想定してたんですよね。ただね、新しいねルーンっていうのが未だに仕組みがよく分かんなくて、で半月ぐらい前からルーンシステムっていうのも採用されたんだけど、何やっていいのかが全然分かんなくてね、とりあえずお試しみたいな感じでカンカンはして、一応身につけさせてはいるんだけどね、ほとんどなんていうかよく分かってないですよね、うん、でそんなに効果がある気もしないんで、ただ前回の星4ルーンっていうのは本当になんていうか、運営側もなんていうかね、説明文に書いてあったけどね、プレイヤーの皆さんに慣れていただくためのは、ある意味お試しみたいな、ね、感じでやってますと、まあ、それまでにないシステムだったんでね、ちょっとそもそも何すればいいのかっていうのがなかなか分かんないところがあったんですが、で私あんまりまとめサイトとか攻略サイトはやむを得ない時以外は見ないようにしてるんで、それもあってね、なかなか何していいのか、どれ集めていいのかっていうのが分かんなかったんですけど、今回ね、星5のルーンが出たよってことでね、まあ一応集めるだけ集めてみようかなと思って、じゃあそのためには、このカルラノーツっていうのをね、入手するとお得だよと。で私のね一番このゲームの中でのお気に入りキャラがたまたま弓属性じゃないね、弓のね弓使いだったんでね、じゃあ合ってるしね、ちょっと同じ武器ばっかだと飽きちゃうなっていうのもあって、どんなもんかなっていうのでね、やっております。今んとこ順調ですね、失敗確率2割なんでね、そろそろ落ちてもおかしくはないんだけど、今んとこノーミスできております。うん、初めて失敗じゃないんだ、なんとかね16ぐらいまでは行きたいですね。ちょっとマックスはきついかな、さすがに。だからね、8月に一生懸命溜め込んだわけだけど、これで基本溶けちゃうことなんのかな、他にあげなきゃいけないアイテムがもう一個ぐらいあった気もするんですけどね、基本もう主要な武器とかはあげきってるはずなんだけど、20までやっちゃっていいんでしょうかね、これね。250貯めるのもなかなか大変でしたからね、これ。まだそんなに減らないよね。アイテムはそんなに減らないけど、まあ16ぐらいまでいけばよしとすべきなんでしょうか。この辺からちょっとずつ難易度上がってくるはずだけど、よしよし。この後ね、このカンカン祭りが終わった後はね、いろいろ、
このゲームってね、いろいろその強くするにもね、いろんなそのなんていうかね、パラメーターみたいなのがあってね、大変なんですけどね、それもこの後やっちゃおうかなと思っております。一番ね、この成功失敗するっていうのはね、ある意味映えるんでね、 YouTube の投稿動画的にね。他のはね、3人で協力して、時間以内に、なんだっけ？なんかちょっと呼び名がよくわかんないんだけど、とりあえずレベル16までこう上げるっていうのはありますよね。あれなんかはね、結構時間がだれちゃうんですよね。でも これなんかはね、なんていうかね、YouTube 映えしますよね。インスタ映えじゃないけどね。っていうのでね、一応投稿しようかなと思ってやっておりますが、さあ動画の録画残り時間もあと2分余りになってまいりまして、お16ぐらいまでは行きたいよな。どうでしょう、このゲーム読み込み遅いのは嫌だな。先日ね、新しく買ったスマートフォンでやってみたんだけど、あんまり読み込み時間も変わんなかったですね、うん、12バンバン読んでほしい。遅い、読み込みが遅い。失敗確率は 25% まで上がってますが、今のところ多分ダウンはしてないかな。よし、いいですよ。大成功もないけど失敗もない、悪くないです。微妙に攻撃が上がってきた。でこの後ね、なんだっけ、呼び名が分かんないけど、なんかレベル4まで上げるやつがあって、それも全部上げちゃおうと思ってますね。おーノーミス、遅いなこれ、遅い。なんでキャンセルできないんだろう。サクサクとサクサクいこう。うん、まあそうだよね、確率から言えばなんだおかしくない。15までいってほしかったけどな。最悪の時はね、14ぐらいから11ぐらいまで落ちますからね。うわー、来たよ。来ちゃった。このタイミングで来ちゃった。どうでしょうか。16までは上げたいよな。色違う。うわ、ほら。噂をすれば。ちょっとこれパート2も作ろうかどうか。ちょっともう一回やってパート2行きましょうかね。で、創造のレリックはまだ山ほどあるので、ちょっとじゃあ動画一旦区切ります、ここで。はい。パート2をこの後お送りしたいと思います。それでは、一旦動画を区切ります。